デザイアグランプリは夫婦喧嘩の延長。はい、どうもニヤニです。本日は週末ということでニヤニのワットをやっていきたいと思います。今週も本当にね、たくさんのコメントありがとうございます。今週は特にね、なんか多かったような気がしております。っていうのもですね、やっぱり再生数が今週めちゃくちゃ多かったんですよね。これとこれのね、ギロリアホ説とギロリアホ説パート2、多分ね、サムネのインパクトが良かったんでしょうね。まあ再生数も良く、プラスコメント数も多かったので、今週めちゃくちゃコメントを選んでるんで、もしかしたらこれ、いつもね、パート1、パート2で終わってるんですけど、もしかしたら時間の都合でパート3に突入してしまうかもしれません。ということでね、早速コメントも多いので、本題の方に入っていきたいと思います。ニヤニヤチャンネル、Ready? プレイ。激突さんからのコメント。ナビゲーターであるつむりに前任者がいたということは、ゲームマスターにも前任者がいたのでは。その前任者はエースの父親だと思います。これはね、まあそうですよね。ゲームマスターも前任者がいる可能性がこれでぐんとね、上がったような気がしますよね。で、まあそれがエースの父っていう可能性も、まあ、全然あるとは思うんですよ。それがもしですね、初代ゲームマスターがエースの父、初代ナビゲーターが三つ目なのであればですね、過去の考察もプラスして考えると、デザイアグランプリってもしかすると最初は全然違うゲームやったけど、三つ目が失踪したことで三つ目がジャマトのトップになった、で今の敵であるジャマトから世界を守るというね、ゲームに変わっていったっていう感じもするんですよね。で、なぜこうなってしまったのかっていうね、元をたどると、もしかするとこの2人の夫婦喧嘩が原因で始まったとかありそうじゃないですか。はい、次行きましょう。さくらもりこさんからのコメント。今回は本当に情報量がすごくて考察が追いつきません。エースの母である三つ目がナビゲーターであったことが判明して、ますますエースという存在が謎になります。前任ということは、素直にツムリの一つ前のナビゲーターと考えていいのでしょうか。そうするとナビゲーターを辞めてからエースが生まれたのか、ナビゲーターを続けながらだったのかが気になります。産休あるんですかね。福利厚生は置いといて、罪悪感もなく人々をデザイアグランプリに導いていた三つ目がエースという存在を得て、命というものを改めて考えてしまったのかもしれません。明かされるのかは分かりませんが、エースの父親は誰か、あの特殊な環境で一般人と結婚できそうな気はしないんですよね。ということはデザイアグランプリの運営側か、もしくは参加者、父親がジャマトになっていて、キングジャマトとして立ちはだかる展開もありそうですね。あと気になったのがグレアの存在。グレアとはグレア現象のことなのでしょうか。自分の車のライトと対向車のライトの光線が交差した時に間のものが見えなくなってしまう現象ですが、目に関わることなのでこれからかなと思います。目の前の真実を見えなくするグレア、他のライダーと比べて技術が違う。もちろん運営側なので強い力を持っているはずですが、参加者は卵を育てるなんてことをさせられていたのに、グレアは機械感が強い。この差にデザイアグランプリはジャマトから世界を守るなんて茶番だったのだと改めて感じます。コネでどうにかなるデザイアグランプリ。そこでちょっと気になったのはクラマ家。デザイアグランプリとつながってはいますが、ウィンのようにスタッフではなくネオンを参加者にしたということ、賭けとして楽しんでいるのなら娘を参加者にする利点がよくわからないんですよね。もしかしたら代々鞍馬家はデザイアグランプリのスポンサーをしてきたけど、後世は疑問を持っている側なのではと。今後の展開的にデザイアグランプリ関係者から味方が必要そうですし、鞍馬家は全員光に関わる名前、実はデザイアグランプリに対抗するためにと地下施設がという展開を期待しています。森子さんもですね、エースの父について考察してくれてました。さっきのコメントの話やと、まあ夫婦が離れたって感じやけど、森子さんの考えでは夫婦がくっつくために三つ目がジャマト側に行ってエースと離れたというね、解釈でいいんでしょうかね。そしてまたね、面白いのがジャマトは植物、そして鞍馬家が光ということなんですよね。この2つの、まあ、組織といったらいいんですかね、
これねちょっと面白いですよね。密接な関係がありそうな気がしております。植物は光によって光合成して成長しますよね。今後このねクラマ財閥クラマ家がね第三勢力的な感じで出てきそうな感じがするんですよね。いやこれちょっと面白いですよね。はい、では次行きましょう。ケイタマさんからのコメント。エースまさかの退場と思いましたが、前回タイクーンにバックルを全部渡しているので、もしかしたら何か算段があるのかも。コマンドを渡されたタイクーンがこれももらっていいのと聞いた時にそのまま渡していましたし、エースはタイクーンの今回の願いに何かを託したのかもしれませんね。あとウィンは記憶を失っても大した不都合はなさそうですが、デザイアカードが白紙なので夢を失わない、何か僕の見落としがありますでしょうか。それと今回判明した母親の名前三つ目ですが、すでに考察されている通り見つめるとかかっていることの他にこれじゃないかという元ネタがあります。それは太陽系の第三惑星地球です。ここから別に広げられないのですが、ジャマトは地球側かっこライダーが地球の敵という構図になってしまうのではないかと感じました。動画いつも楽しみにしてます。超長文失礼しました。これはですねマジでありそうですよね。コマンドまでケイワに渡したのはちょっとねほんまにあれって思ったんですよね。僕は皆さんも思いませんでした？自分が持ったまま脱落するとコマンドが回収されてしまうから先にケイワに渡しておいた、そして復活とともにケイワに借りる、もしくは返してもらうパターンはありそうな気がするんですよね。これ見てですねちょっと思ったのが、デスノートでもこんな展開なかったでしたっけ。ライトが作戦の一つとして一旦デスノートの所有権を放棄したっていうやつありましたよね。確かあれって放棄すると記憶がなくなる的なこともありましたよね。この点ちょっと似てきてるんかなというふうに思います。あれがねどういう理由で放棄してどんな作戦だったのかが僕はちょっと忘れてしまったので、その作戦知ってるよ覚えてるよって方はぜひコメントで教えてください。で、まあ一旦記憶がない綺麗な状態に戻されれば、まあギロリはですね家族という設定はまだ続いているけど、こうね余裕の表れからかですね、この余計なことをベラ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 と喋ってしまい、エースの記憶が戻った時に決定的な証拠をね掴まれており、ニラムなどのね運営側に伝えることでデザイアグランプリルールを破ったギロリはこのねデザイアグランプリから追放されるっていうパターンもねありそうやなっていうふうに思ったんですよね。いやこれちょっとね飛躍していくと面白いですね。はい、では次行きましょう。島田修斗さんからのコメント。今回の考察は三つ目の意味が重要となりそうです。個人的にはツムリやギロリ等の意味がありそうです。もう一つはギロリの前にゲームマスターをしていた人がいるのが確定したと言えます。1話の時と2話の時で確かマスクが違ったことを覚えています。それはギロリの前のゲームマスターで、そのゲームマスターが辞めて緊急でゲームマスターを決めた時にギロリに決定したから。個人的に毎回面を交換していたと思っていたが、前回の大会と同じ面をつけていたため今回ではゲームマスターの交代はなかった。この意味は人が変わったら面が変わると思います。一応ですねこれまだ知らない人もいるのかなって思うんでちょっとお話ししておくと、一番最初に出てきたこのねマスクなんですけど、これはですねある作品のあるキャラのマスクをリペイントしただけのものだったからですね、権利的な問題で使えなくなってしまったから変更されたっていうのが、これ、まあ、確定の話やったかどうかはわからないんですけど、多分あのマスクの映像がですね TDFC の方であったりとか YouTube の方でも消されているので確定だとは思うんですよね。なのでマスクが変わったっていうシンプルな理由ではあるんですよ。なので元のマスクに関してはもう触れられないからですね、マスクが変わったから人が変わったよっていうのはねおそらくないと思います。このね元のマスクを確認しようと思えば今ですね録画していた人しか現在は確認できないので、リアタイしてた人と録画してた人しか見れないこの映像が今後にね深く関わってくるとはなかなか思えないんですよね。なのでこのマスクの人はギロリじゃないっていう展開はねおそらくないと思います。というかかなりそうなったらややこしくなってしまいますよね、確認できないんで。でもしもですね、まあそれも含めてですけど、脚本の高橋さんの、まあ、天才的な発想で
このね大ピンチやったと思うんですよ。このちょっとね、なんでしょう、あの権利的な問題で多分揉めたんでしょうね。でそんなピンチがチャンスとして変えられてて、あの一件を伏線としてもし生かしてたら、これはまたすごいですよね。ということでですね、このマスクに関しては一応権利的な問題で変更せざるを得なかったという認識で大丈夫だと思います。ということで今日はねこの辺で終わっておきましょうか。昨日のね動画の最後にも告知させていただいたんですけれども、年末か来年の頭にニヤニヤグランプリ開幕ということで、皆様に楽しんでいただけるイベントを考えておりますので、ちょっとねまだ作り込めてない部分もあるので、楽しみにお待ちいただければなと思います。ということで本日は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。ほな、ほな。視聴者、ここまで見たのであればチャンネル登録高評価をしなければならない。すいません、昨日の動画、このね、あの今日のニヤニーのどうでもいい話の部分を多分ね忘れてたと思うんですよね。あれ、このコーナーなくなったんじゃないかなって不安だったそこのあなた、大丈夫でございます。ただ忘れてただけでございます。これからもねこのコーナーはずーっとできる